短いな。そこのお兄さん、ダーリー。
はい。
はい。
Thank you.
はい。あの、はい。はい。カス野郎、
とそこのおっさん、やってやっか。そこのおっさん、この野郎。ちょっと待ってよ、イガスケ。お兄さん発見。そこのおっさん、おい。やあ、おっさん。逃げるとか、ストレスのたまるまい。ちょっと待たんか、ほら。やる気の出らん。
こ兄ちゃん、ほら発見、逃がすもんや。あ、そこあんちゃん、ちょっと待って、殺しちゃうぞ。二度と面は見せんな。やる気の出らん。お兄さん、あーだり、マジだり。見つけたばい。おい、このお前、お前だって。何聞いてんだ、こら。うん、たばい。おい、いじかとや。
すみません。おい。待て。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
俺をつけていることは分かっている。こそこそしてねえで出てきたらどうだ。やはりお気づきでしたか。さすがです、桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた。ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。つまりお前は東城会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。キリュウさん、一つ確認させてください。なんだ。東京に来たということは、この一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。いや、真島組長が死んでなおあなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたらあなたはどうしますか。ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。ではあなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。行きます。その決意確かめさせてもらいます。Ha!
やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。やっぱりか。あなたもあの人と似てますね。あの人？ええ、冴島の兄貴のことです。冴島だと？どういうことだ。お前冴島を知っているのか。あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。挨拶はいい、早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。少しの間お時間いただけますか。ああいいだろう。その前に場所を移してもいいでしょうか。できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で冴島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから冴島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。冴島とどういう関係なんだお前。ええ、その辺も含めお話しします。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますね。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。痛い目見てえのか。ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、桐生さん。久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう、じゃあ私は奥にいるから何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあお前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。今さら説明するまでもないことかもしれませんが、現在東上会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。ええ、
七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東条会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大吾は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組の斑目と共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長と斑目を取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東条会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東条会を奪うことではなかった。むしろその逆、東条会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことが。彼らの目的は2つ。一つは堂島会長に真島さんら現東条会幹部の暗殺、そしてもう一つは俺か。ええ、あなたや西島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。理由は一つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東条会は二人の伝説の国道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの国道冴島大河、その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで東条会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃありません。3万人と言われる東条会の兵隊全てを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは西島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。西島とお前の関係は。随分奴のことを知ったような口ぶりだが。ええ、一緒に脱獄しました。もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は西島さんを脱獄させ真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果西島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺は西島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は西島さんに惚れてしまった。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ。近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では三つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、
兵庫に地盤を持ち7代目の信頼も厚かった若頭補佐高地組組長高地博士、そして大阪の南で産廃処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹、その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回一連の騒動、私青山森永を使ってこの映像を描いていたのは。どうした、感慨深そうだな。ちょっと待っとけて、随分長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆるうちわ揉めってやつだ。府警内部でか。まあな、長いこと事件追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ、夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな、この町の深さが。一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。神室町地下街逃げ水道、それにこの下にある西の河原のことだろ。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまりなめるな警察を。で俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を。ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんだ。だがその後の消息がわからない。東条会本部には戻ってへんのか。ええ、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東条会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに。だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東条会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば森永が警戒して再びどこかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。知り合いか。今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと。それにしては仇みたいな身なりしとったな。勝谷直樹45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、
世間的には青年実業家として名は知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝家か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか。いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に。さあな、奴は表の顔がある分自由に各地を動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。勝也のことは俺が調べる。お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。へへ。はい。
おう。久しぶりだな、冴島。冴の花屋、相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由もう分かっとんのとちゃうか。まあ見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。登場会で大吾の護衛をやっとった森永中男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡から神室町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。ふん、面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や。それは教えられねえと言いてどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。Thank you.
あいつだ。誰やあいつは。森永の舎弟で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の舎弟。ああ、あれが実に面白い男でな。兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、ほんまに死ぬで。あいつ、死んじゃいねえぞこの野郎。来んなら殺す気で来い、おら。そんなことがあったんか。ええ、俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴がどうしてあんなこと。お前ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して。手紙。東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山代行が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええ、そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんてひどいっすよ。
森永の兄貴も、もうひどいっす。兄弟を捨てるなんて、俺には信じられない。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんは、ガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい。まだ体動かす元気あるか。這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ。そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。はい。行くで、相沢。はぁぁ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 。兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。
今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ、だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は死にたいのか、相沢。はい、どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。分かった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。ダルさん、相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。で、なんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ、しかもその指紋なんですが、昨晩芝浦埠頭で視察隊で発見された元搭乗会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？で、その指紋、身元は割れてんのか？はい。ですが、これがちょっと、というか、かなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え。はい。現場から発見された指紋はこの男のものでした。うん？これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は近江連合の現役幹部組員だそうです。うん。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報では神室町、新神室ヒルズホテルに滞在しているようです。神室町にいるだ？ちゅうことは、福岡も札幌も名古屋も、今回の絵裏で買い取ったんはかっちゃんちゅうことか？間違いないようです。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力が神室町入りを果たしたとのことです。搭乗会は何やっとんのじゃい！いや、それがこれっちゅう抵抗もなく、事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と搭乗会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな、蒼天堀はどうなっとんのじゃい！ごく一部の施設を除き、ほとんどもぬけの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何の支度だか。
戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝也の好きにさせてたまるか。そうか、わかった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも例の件はどうなってる。そうか、これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。それじゃあ。すみません、これでもいろいろ忙しくてね。それじゃあさっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は？さっきのこちらからの提案を飲んでいただくためのものです。あなたがパクさんに貸した金3億、それに加えて迷惑料として2億乗せさせてもらってます。5億か。つまりこれで日本ドーム公演から手を引けと。ええ、あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセルしてもらえないでしょうか。ちなみに本件、イベンターとはすでに話がついています。チケットのキャンセルに関わる費用、その他設営などのキャンセル代なども全て大阪芸能で負担することになってます。つまりこの金は丸々こちらの懐に入ると。どのように使われても構いません。あなたが全て受け取るのがはばかられるようなら、今後の沢村遥の養育費にでも当ててやればいいでしょう。あんた、遥ちゃんを引退でもさせる気なのか。引退かまあ今回のイベントをキャンセルすることになれば、業界内での悪評は高まる、自然と仕事は減り、結果引退に追い込まれるのは間違いないでしょうね。あんた、そこまでしてあの子の夢を打ち砕きたいのか。そんなことはない。だが今沢村遥にあの場所でコンサートをされては困る。もし彼女があの舞台に立つようなこととなれば最悪。ん？いや、何でもありません。全部ビジネス上の話です。これ以上うちのティーセットと沢村遥の差を広げられたくないんでね。そのための布石というやつですよ。あさってのコンサートは沢村遥の代わりにうちの T セットにやらせます。大阪芸能一押しのアイドルとしてドームで初コンサートをするというのもいい宣伝になりますからね。さあ、それじゃあ返事を聞かせてもらいましょうか。参ったな。ん？俺はつくづくあんたのことが読めなくなってきましたよ、勝也さん。前にも言いましたが、あんたは演技派だ。しかも相当レベルの。でもね、どうしても俺にはあんたが根っからのワルだとは思えないんですよ。何を今さら。大阪で私がどれだけひどいことをやってきたのか、あなたは知ってるはずだ。ねえ、でもそれも全部あの金井ってバケモンみたいな男が勝手に突っ走っただけのことなんじゃないですか。大阪芸能の社長室で初めてあんたに会った時、パクさんの話になった。俺はね、勝也さん、あん時のあんたの顔が忘れられないんですよ。顔？どんな演技もこなしてきた名優の一片のほころびとでも言うんですかね。あの時
寂しい表情をするべきだったはずのあんたの表情はどことなく悔しさと怒りに満ちていた。ほらね、もっともっとあんたのことが知ってみたいと思うようになりましたよ、勝也さん。くだらない話はいい、返事を聞かせてください。当然ですが断ります。はるかがドームのステージに立つことはパクさんの夢でもあるんだね。じゃあそのためなら大阪芸能、いや大阪工業を敵に回してもよいと。ねえ、もちろん。それじゃあまた。
この野郎遊んでやるよおっさん。やるしかないのかな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
さん、お兄さん、待つよお前。
お、どのようや調子乗ってんじゃねえぞ。兄さん、かかってこいや。よし。よっ。はっ。よっ。よい。うっ。はい、おじ。まあ、うまそうやん、おきに。じ
自分もあんぐらいできるんやろ。いやいや、同じことしてもおんないわ。こっちは一度二枚焼きとかやってもらわんと。できるやろ。二枚はちょっと無理ですって。うっそいわボケ。黙ってやらんかい。はいはい、皆さん、これからこっちでもっとごつい技やりますぜ。おりおり。はい。まだ焼けへんのか。まだむせたばっかりですよ。ええから、もうやれや。行くで。せーの。どうなってもしようぜよ。ひらめいた。ただいま。ってなんだ、花ちゃんも留守か。ちょっと何あんた。ちょっとって、もう2時間以上ここで待ってたんですけど誰もいなくて。お店の人ですよね。ああ、そうですけど。何の用ですか。いや、ちょっとお金を貸していただきたくて。ああ、もう困ったな。実は今ね、このカムロ町の本店は花ちゃんっていう事務、いや秘書か、まあその女の子に経営を任せてましてね。私の一存で自由にお金を貸すわけにはいかないんですよ。ああ、そうですか。弱ったな。で、一応聞くけど、いくら必要なの？ここにやってきたってことは、結構他の店で断られてきたってとこなんでしょ？それが、はい。ですね、3億と2000万ほど。へえ。3億2000ね。で、お願いします。この店は無利子無制限でお金を貸してくれるって噂を聞きました。2000万は後でもいいんです。それよりもどうしても今日中に3億円用意しないと大勢の人の命が。大勢の命？とにかく俺を信じて3億円貸してください。はい、気合は分かったんだけどさ、いやそんな大金何に使う気なの？あさって日本ドームで開かれるあるアイドルのメジャーデビューコンサート、それをどうしても中止させないといけないんです。え、
それってコンサート中止のためのイベント会社に支払う違約金3億円俺に貸してください。なるほどね。そんなことがなんかいろいろつながってそうだね。ええ。だが一つ困ったことがある。実はあさってのコンサート舞台に上がる沢村遥ってのは今俺が預かってる立場にあるんだ。え、そうなんですか。しかも都合が悪いことに俺と遥ちゃんはどんなことがあろうとそのコンサートをやりたいと思ってる。現に遥ちゃんは今もとある場所で事務所の連中と密かにレッスンを続けてる。それに俺もついさっきコンサートを中止してほしいという打診を断ってきたばかりだ。でもコンサートをやればどんな危険が待っているかもわからないんですよ。そんなことはわかってる。だがそう簡単にやめるわけにもいかないんだよ。あのコンサートにはいろんな人間の夢が詰まっているからな。夢ですか。とはいえ危ないと分かっているイベントをやれば客にまで被害がいく可能性もある。興行サイドとしては何としても事前にその危険を取り除く必要はあるな。それじゃあイベントを中止を。いやダメだ。安易に中止すれば遥ちゃんはその時点でパク社長から引き継いだ夢を諦めることになる。夢ってのは
手が届く時に掴み取らないとダメなもんだ。次のチャンスはなかなか訪れない。あんたのホームランのようにな。今やるしかないんだ。いやでも、はるかちゃんに危険な橋を渡らせるわけにはいかない。それじゃあ調べるしかないようだな。あの夢の舞台の裏で何が起こっているのか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お兄さん。ちょっと。すっちまった。そこのあんた、ボコボコにしてやるよ。やるしかないのか。早いですって。
待つよお前。ねえ、逃げさない。早いですか。金いる。金出せ。後悔すんなよ。ちょっと待った。あっちゃー。あんたに会うためわざわざこうして来たんだ。そんな急いで逃げようとしなくてもいいんじゃないの。俺は何も知らない。本当だ。俺は何も知らない。本当だ。あれ、おかしいな。まだ何も聞いてないのに、なんか隠してるの？あんた。違うんだよ。俺はかっちゃんに頼まれただけなんだ。多分ここに金貸しの社長が来るはずだから、そしたら軽く追い払ってくれって。かっちゃんって勝也のことか？そうだ、大阪芸能の社長の勝也だ。どうして勝也が俺がここに来ると？さあ、よくわかんねえよ。ただそいつは明後日のコンサートを開かせに来るはずだから、そうなったら絶対に突っ張れてくれって言われて、それで。だから大阪工業系の組員たちがこのビルを警備していたわけね。であんたはパクさんから受け取ってる3億を持って高飛びしようとしていたのか。違う。今から大阪に行ってこの金を返しに行くつもりだったんだ。まだパクさんの墓前に手合わせてもねえからな。よく言うぜ。パクさんと交わした契約を破棄して勝也に乗り換えようとしたのはあんただろうが。だからそれも違うんだって。俺はかっちゃんの指示に従っただけなんだよ。パクさんとは全部話がついてるって言うからさ。一体何の話だ。死んだパクさんが勝也とどんな話をしたって言うんだ。
ごまかすのも大概にしろよ。ごまかしてなんかないよ。かっちゃんが言うんだから間違いない。だってかっちゃんとパクさんはこの20年間ずっと互いに支え合ってやってきた仲なんだよ。誰が何と言おうとかっちゃんがパクさんを裏切るようなことはするはずないって。は？どういうことだ。カツヤとパクさんが繋がってるだと？おう、そうだよ。俺はカッチャンの元マネージャーで、あいつらがこの町でスター目指して頑張ってた頃からの知り合いだ。パクさんもカッチャンも夢半ば表舞台から去り裏方に移ったけど、以来ずっとあの二人は親友のはずだよ。なんだと？これは、20年前一度だけ撮った写真だ。二人の後ろに写ってるのが当時パクさんが付き合っていた男だ。確か真島とかいう名前だったっけかな。ちょうどその写真を撮った直後、かっちゃんが撮影中にスタントで大怪我しちゃってね。かっちゃんは引退を余儀なくされた。そのピンチを救ったのもパクさんとその真島という男だよ。真島さんが？ええ、アクション俳優だったかっちゃんがこの業界で生きていくには裏方に回るしかなかった。だが競合ひしめく東京で事務所を立ち上げるなんてことは容易にできない。それで当時芸能系事務所が少なかった大阪に渡り、現地の極道連中と話し合い、大阪芸能の立ち上げを世話したのがその眼帯の男だよ。その後真島とパクさんは別れてしまった。結局パクさんもかっちゃん同様大阪に渡り芸能事務所を立ち上げた。だがそれも全部あの頃の夢、お互いがスターになるという夢を叶えるために手を取り合って頑張っていくためだったんだ。でも確かダイナチェアと大阪芸能は犬猿の仲だと聞いていたが。それ表向きにはね。そうやってライバル関係ってことを業界内に刷り込んで話題作りをしていただけだよ。あ、そういや確か何年か前にパクさんところのアイドル二人組が大阪芸能に移籍したんだけどね。 T セットの話か。そうそう、あれもさ、パクさんがかっちゃんに頼んだのよ。あの T セットの二人ってのは強烈なライバルがいないと飲みない。だからあえて大阪芸能に移籍させてダイナチェアが育てたこと対決させて育てたいって。パクさんが考えそうな作戦だよね。となるとパクさん、それに勝也、さらには真島さんまでが知り合いだったってことか。知り合いどころじゃないよ。真島って男もパクさんとは連絡を取り合ってないみたいだが、かっちゃんとは今も頻繁に連絡取ってるみたいだよ。かっちゃん東京に来るたびに真島さんのとこを訪ねてたみたいだから。なんだって？それじゃあ真島さんと勝也は？うん、今も知り合いっていうか、かなり親友に近い関係なんじゃないかな。なんてことだ。それじゃあ勝也がコンサートを中止させたがってるってのは他に何か理由が？中止？え？何？延期じゃないの？延期？うん、だって俺はかっちゃんにあさってのコンサートを一日後ろにずらしてほしいとしか言われてないけど。なんかあさってじゃ新曲の振り付けが間に合わないからとか言ってたけどさ。あの勝也って男、一体何を考えてるんだ。
そうか、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。桐生さん。どうした？ちょっとテレビつけさせてもらえませんか？こいつは？これがあの勝也ですよ。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから急遽決勝で対戦した T セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。それでは本当に緊急なコンサート開催になると？ええ、そういうことになりますね。ですが T セットの2人はすでにとある著名の先生から楽曲提供を受けメジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。私ども大阪芸能としては、まあ、これをラッキーなきっかけとして、沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない。だが垂れ込みによりゃ現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気や？勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつはこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば。その体でか。俺が行く。え、冴島さんが？お前は警察行って森永の亡骸に手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。そやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか桐生さん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。サイン？登場会乗っ取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるためにな。キリさん、どちらへ？ババ、お前は残ってくれ。え、でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。何ですか？あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。もしかして桐生さん、そのこと知り合いなんですか？ああ、話せば長くなる関係だ。それで伝えてほしいこととは？諦めるなとな。それだけですか？ああ、それだけだ。
れは。さあ皆さん、雪まつりならではの大技をお楽しみください。なんか乗ってるの何なんだ。そっそっそっ、うん、はい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 、ひらめいた。天啓が。いや、ちゃうな。あれは。さあ皆さん、雪まつりならではの大技をお楽しみください。なんか乗ってるの何なんだ。そっそっそっ、はい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 、
このあんた財布置いて消えろ。なんなんや。この兄ちゃん待てよ。
おい止まれ。相手するしかないで。この兄ちゃん、そこの兄ちゃん、こら、急な。
お。あ？はい。はい。